ブックファースト、ブックファースト、ブックファーストは、東半市会社の株式会社ブックファーストが運営する書店チェーンである。株式会社ブックファーストは、2012年、平成24年4月1日に阪急リテールズから分社化された。2013年、平成25年3月までは、阪急阪神東方グループの企業であったが、現在は、 出版取り次ぎ大手の東販の子会社となっている。1996年、平成8年3月24日に、阪急電鉄直営の書店として、同社の川西の瀬口駅改札内に1号店となる、店舗面積約30坪の川西店が、開業したのが始まりである。川西店の開業を1週間後の同月31日には、 阪急電鉄西宮北口駅改札内に店舗面積約30坪の西宮店。同年12月11日には阪急電鉄梅田駅構内の2階にある JR 大阪駅連絡通路に店舗面積約53坪の梅田店を開けさせており、開業初年度は阪急電鉄の駅構内に設置された一般的な規模の書店としてスタートした。 1997年、平成9年12月1日に、駅構内以外への初出店でかつ従来より少し大きめの店舗面積約130坪の大阪駅前店を、阪急電鉄が管理、運営するビルである新阪急ビル1階に開業させたものの、この段階でも、阪急電鉄沿線のみへの展開であった。1998年、平成10年5月6日に、 JR 神田駅東口へ、店舗面積、約240坪の神田駅前店を開業したのを、川切りに、東京都への進出を図り、同年6月11日には、渋谷区道玄坂、文化村通りの東急百貨店本店前に保面積、約920坪の渋谷店を開業させるなど、東京へは、大型書店として進出する形となった。この駅前店は、 開業時から東京では最も値引き率の高い5%を、金券で顧客に割り戻すポイントカードを展開したため、当店周辺の競合する他の書店も同じ割、引率のポイントカードを発行する5%、イントカード戦争が展開され、近隣の書店の一部が廃業に追い込まれる状況を生み出した。2000年、平成12年3月17日には、 同じ阪急東方グループの阪急百貨店グループが運営している神奈川県横浜市のショッピングセンターモザイクモール広北内に店舗面積約180坪のモザイクモール北店を開業させて神奈川県への進出を図り神田駅前店で展開されたポイントカードを問題視した神奈川県書店商業組合との間で2001年 平成13年11月23日に協議が行われて、青葉台店では、ポントカードを発行しないことを約束し、2002年、平成14年3月1日に、東京急行電鉄青葉台駅前の青葉台、東急スクエアに、店舗面積約530坪の青葉台店を開業するなどその後も大型店を中心に、首都圏の店舗展開を進めた。 その後も神田駅前店では、ポイントカードサービスを続けていたが、2004年、平成16年春に、取次ぎ集法に発表された、ポイントカードは再販違反という告知を受けて、同年9月30日をもって、ポイント付与を中止して、再販制度と矛盾する、事実上の値引きを止めることになった。首都圏で、大型店を中心に出店するようになった後の2000年、 平成12年6月30日に、京都市の京田から開館1階に、店舗面積約364坪の大型店となる初代京都店を開業を皮切りに、同年4月1日に、大阪市の安倍屋京駅、天王寺駅前の地下街安倍地下に、店舗面積約100坪の安倍地下店、同月14日に、南馬駅、日本橋駅前の地下街南ンバ多くに、 店舗面積約60坪のナンバーオーク店。その同月15日に、大阪駅、梅田駅、東梅田駅前の地下街ホワイト梅田に、店舗面積約60坪のコミックランド梅田店。同年11月15日に三国駅前のビュール阪急三国1階に、店舗面積約40坪の三国店。同年12月14日に、阪急電鉄大宮駅に直結した。 大宮阪急ビル1階に店舗面積約90坪の市場大宮店と関西ではそれほど規模の大きくない店舗を駅周辺へ出店し続けた。また、2001年、平成13年6月11日に、阪急電鉄豊中駅南改札前に開業した豊中店や2002年、平成14年4月8日に、阪急電鉄梅田駅2階の茶屋町口改札前に、 開業した茶屋町口店のような駅構内へのほの展開も引き続き行われていた。青山ブックセンターの経営破綻を受けて同社の店舗を引き継いで2004年平成16年8月1日には JR 新宿駅ビルの新宿ルミネ1と2の2カ所に同時に出店して開業初日に2店舗合計で400万円を売りげたのを皮切りに 首都圏でも都心部の駅ビルへも出店をし始めた。2003年、平成15年12月8日に、東京急行電鉄大井町駅に、大井町店を出店し、2005年、平成17年1月28日には、東京急行電鉄二子玉川駅構内に、二子玉川店を出店して1日平均80万円ペースの売り上げを、下駄の皮切りに、 首都圏の駅構内への出店拡大を目指したが、その構想が新聞に報道されたことを受けて、同年5月18日に東京都書店商業組合が東京都に小売商業調整特別措置法に基づく調査の申し出を提出したため、この構想は撤回に追い込まれ、同年6月15日に事業拡大の計画は現在のところないとする調査結果を 東京都が発表することになった。駅構内への大量出店は、こうした理由で断念に追い込まれたものの、同年6月13日に東急グループが運営する、クイーンズスクエア横浜の港未来駅に直結する、ステーションコア地下3階に港来店を出店し、同年11月15日に JR 大森駅ビルの後で大森へ出店するなど、首都圏の駅に直結した。 商業施設への出店を進めていった。2004年、平成16年4月26日、それまで新阪急ビル1階で営業していた梅田店を2階3階にも、拡張、店舗面積を約530坪としたことで、大阪の基幹店となり、大阪、京都、東京に大型書店を持つチェーンへと成長した。創業10期目の2006年、 平成18年には売上高約200億円に達して大手書店チェーンの一つとなった。2006年、平成18年1月末に京だからビルの建て替えに伴い初代京都店を閉店したが、翌年2007年、平成19年10月19日に阪急電鉄河原町駅に直結した複合商業施設のコトクロス阪急河原町の 各店として2代目京都店を開業した。一方、建て替えを目指すビルオーナーから立ち退き要求で2007年、平成19年10月14日に、首都圏の基幹店だった渋谷店が閉店となったため、4日後の10月18日に、渋谷駅前の渋谷第一管銀ビル地下1.2階に、渋谷文化村通り店を開店して、渋谷地区の後継店舗とするとともに、2008年、 平成20年11月6日に新宿のモード学園国運タワーに首都圏の新たな機関店となる新宿店を開店するなど東西でビルの建て替えに伴う旧機関店の閉鎖と代替となる新たな機関店の出店を行うスクラップビルドを結果的に行う形となった2010年平成22年3月15日から新宿店で ポイントサービスを開始して、神田駅前店で展開した後再販制度との兼ね合いなどから中止していたポイント付与を復活させることになった。大阪の機関店であった梅田店は、テナントとして入居していた新阪急ビルの建て替えに伴い、2014年、平成26年2月28日をもって閉店した。かつては阪急リテールズが、 音楽映像ソフト専門店、サウンドファーストを展開するとともに、ブックファーストでも CD 売り場を持つ複合店を展開していたが、音楽や映像等のインターネット配信の広がりで売り上げが減少したため2011年、平成23年6月末にサウンドファーストは全店閉鎖され、ブックファーストの CD 売り場は営業を継続するもののサウンドファーストと共通だった。 ポイントカードが廃止となるなど音楽映像ソフトの販売事業は大幅に縮小された。1996年、平成8年3月24日に、阪急電鉄直営書店として1号店を開店し、その後も阪急電鉄の直営書店として営業していたが、2008年、平成20年4月1日に他の流通事業と共に、阪急電鉄から、 サカリテールズに移管された。2012年、平成24年4月1日には、株式会社ブックファーストが、阪急電鉄100%出資で設立され分社化し、書籍販売を行ってきた、阪急リテールズのブックファースト事業を引き継いで、書店部門のみで独立した形での営業を開始した。2012年12月21日、 書籍流通大手の東藩が阪急電鉄の所有するブックファーストの全株式を取得することに関する合意書に調印したと発表した。二千十七年四月一日より青い書店の六店の事業を継承した。順々、ブックファーストへ名称変更となり、横浜西口店は同年四月二十六日、六本木店は同年七月七日、高田の馬場店は 同年8月9日、西院店は同年8月31日、中野店は同年11月21日をもって名称変更した。2017年、平成29年5月現在、近畿地方では大阪府11店舗、京都府4店舗、兵庫県7店舗の計25店舗、関東地方では東京都12店舗、神奈川県4店舗、 埼玉県2店舗の計17店舗を出店している。大阪県の一部店舗には、新進道書店、現在は、倒産から引き継いだところもある。出店店舗の詳細は公式サイト、ブックファースト店舗一覧を参照。阪急電鉄のターミナル駅である、梅田駅周辺には、梅田駅2階 JR 大阪駅連絡通路の梅田2階店。 同駅3階中央改札前の梅田3階店、同駅2階茶屋町口改札前の茶屋町口店、地下街のホワイト梅田泉の広場北のコミックランド梅田店の計4店舗が出店している。東京県における基幹店である新宿店は新宿駅西口の超高層ビル、モード学園国運タワーの1階から地下2階部分の3フロア、 1090坪の規模で2008年11月6日に開業した。かつての渋谷店に存在した雑誌コーナー、東京マガジンセンターも復活している。なお、新宿エリアでは、新宿ルミネ1にも店舗がある。関東地方では、渋谷店、1998年6月開店、Q10H930S が主力店舗の一つであった。 6フロア920坪の売り場で70万冊の書籍を扱っていたが、ビル建て替え工事に伴い2007年、平成19年10月14日に閉店した。同月18日、かつて、朝日屋書店が出店していた渋谷第一貫銀共同ビルの地下に渋谷文化村通り店がオープンした。なお、2017年、平成29年6月4日をもって閉店した。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。